アルフレート3世、ツヴィンディシュグレーツは、オーストリアハンガリー帝国の貴族、政治家、オーストリア首相を務めた。全名は、アルフレート・アウグスト・カール・マリア・ボルフ・ガング・エルヴィンツヴィンディシュグレーツ。ヴィンディシュグレーツ公アルフレート2世とその妻の、ロップコビッツ公女、ヘイトビヒの間の一人息子として生まれた。祖父は1848年革命の抑圧者として、 知られるビンギシュグレーツ校アルフレート一世である。初ョ中等教育学校で教育され、若くして高い教養を積んだ。ボヘミア王国議会及びオーストリア貴族院の議員となり、多民族国家であるオーストリア・ハンガリーの諸民族の融和と統合を推進した。1893年から1895年まで、シスライタニエン首相を務めたが、 民族融和派の指導者として、ドイツ人とチェコ人の激しい民族対立に悩まされ、辞任に追い込まれた。1895年に、オーストリア貴族院議長に選出され、1918年に二重帝国が崩壊するまで同職にあった。1918年の帝国の瓦解に伴い、貴族称号とボヘミアの所領の多くを、新生の民族国家チェコスロバキアに没収された。 ビンディシュ・グレーツは、チェコスロバキアの市民権取得を拒否した。1877年6月18日に、ウィーンにおいて、アウエルスペルク家の高女ガブリエーレと結婚し、マニニナンゴジョの7人の子女を設けた。後継ぎ息子のビンツェンツは、独身のまま自動車事故で死去したため、ビンディシュ・グレーツ公爵家の家督は、重低のルートビ飛行士が継いだ。ありがとうございます。